こんにちは、浜線6494です。今回は横浜市営地下鉄ブルーラインの中田駅で女子高生らをトンカチで殴った女が逃走していることについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2021年の12月21日午後2時過ぎ、横浜市営地下鉄ブルーラインの中田駅で、70歳代の女性が電車の中で女にトンカチのようなもので殴られたと、駅構内にいた警察官に届け出たと、女性と同じ車両に乗っていた女子高生も別の駅で降車した後、同様の被害を申告していたということで、2人とも頭に軽傷を負ったと。神奈川県警は各駅の防犯カメラ映像などを集め、傷害容疑で女の行方を追っているということで、神奈川県警泉署によると、女は60歳代くらいと見られ、身長1メートル50センチほどの痩せ型で、近くに座っていた70歳代の女性を無言のまま突然殴り、別の車両に移動する途中で、女子高生のことも殴ったということですね。でですね、客観的な意見としては、最近とってもネジが緩んだ人が多くて怖すぎます。どの駅から乗って、どの駅で降りたかを発表してほしいですといった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、まずトンカチっていうものは人の頭を殴るものではなく、デークが家を建てるためのものでございます。はい。ちょっと頭のおかしい人間が、まあ、ここ最近頻発しているんですけど、どうなっているんでしょうか。まあ、ちょっと前までは、中学生の学生たち、そして、マスクを注意されて半身不随までボコボコにしたちょっと頭のおかしい人とか出てきたりしてるんですけど、何でしょうか、トンカチを人の頭で殴って、もしかしたら当たりどころ間違えたら死んでしまうかもしれない、そういったリスクがあるにもかかわらずトンカチを所持して、そしてトンカチでポコポコ殴っていく、ピコピコハンマーじゃないんで、痛いし、しかも当たりどころ間違えたら怪我するし、ひび入ったりするかもしれない、なんで怖いですよね。普通にこれ捕まらなくて、また別の日に、トンカチで頭殴られる方が出てくると、そもそも殴った瞬間って誰か見てねえのかなっていうのはすごく思いましたね。もし見てて取り押さえればよかったのにって、60歳代の女性っていうことで、取り押さえられるじゃんっていう、しかも殴られた方もいてとか言うかなと思うんだけど、どうなんでしょうか。早く捕まってほしいですね。はい、ということで今回は横浜市営地下鉄ブルーラインの中田駅で女子高生らをトンカチで殴った女が逃走していることについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。